このこれ何ですかこれ。思わず僕は銀閣寺、京都の銀閣寺に来たのかと思いました。皆さんこんにちは、コージー TV。 今回はですね、ある意味日本のフラッグシップともいえるレクサス LS がですね、またまたかなりですね渋い和のマイナーチェンジというか、まあ、改良を遂げてまして、まず外観から言うとですね、まあ、この辺りがちょっと昔もうちょっとワイルドになってたんですよ。ちょっと行き過ぎたワイルドさがあって、ライトもですねもうちょっとこの Z みたいな複雑な LED のラインが入ってたのが、これがシンプルな、なおかつ重厚なものになった。でなおかつ、リアもですねコンビランプも分厚くなった。そして何よりもこの新色銀影ラスター、僕は銀座ラスターかと思っちゃいましたが、これ特に日陰で見た時のこの怪しい、この移ろいゆくこの色加減どうでしょう。レクサスの方に怒られるんですが、最近マツダさんもボディカラーとか、造形とか頑張ってらっしゃるんですけど、レクサスもですねますますこの LS フラッグシップに新しい特徴を入れていると。何よりも実はね、僕ね痺れたのはこの新内装です。まあ造形は3年前に出た時のこの5代目 LS 基本的に変わらなくて、このオーガニックで流麗なラインを使ってるんですけど、このこれ何ですかこれ。思わず僕は銀閣寺、京都の銀閣寺に来たのかと思いました。実際にこのオーラを感じるんですけど、こうやってね座った時のこの床の間感何ですかこれ。これですね、なんと糸に銀を織り込んだ、で、それで編んだ、いわゆるこう、西陣織。海外で言うと、ジャガード織という、その、テキスタイルを使っていて、今までの日本の国産車っていうか、世界の国産車でも、こういうテイストのね、車ってあんま見たことないですよ。いや、さらに言うとこれね、銀の、しかも、障子みたいなこのテイスト。しかもこれ、銀だと思ったら、白金だそうです。この、高い白金をですね、すごく叩いたんでしょうけど、薄くして貼り付けた、独特の内装材を使っています。で、さらに言うと、この 12.3 インチの、まあ、レクサス LS ならではの、まあ、グローバルはみんな、この 12.3 インチになってますが、これがね、タッチパネル化した。このように、例えばエアコン、操作できるようになった。このあたりですね、和の高級ということにね、特化しておりまして、実はその5代目の LS が最初に出た2017年の時も、ここにですね、江戸切子というガラスの細工をさらに、それを型で押したですね、独特のその、装飾を使っていたんですが、それがまた進化していたというね、感じです。もうね、ジャパンですよ、もう。ドゥルル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 、億千万、億千万。なんかバカみたいですけども、結構ね、小沢浩二感激しました。というわけで、新型 LS、あえて小沢浩二はですね、このムード、僕ね、こっから結構気に入ってるんですけど、このもうなんか、銀閣寺の中に入ってしまったというか、正倉院、もう行ったことないですけども、そういったその歴史的なね、和の建物に入ったような香りを感じさせるこのインテリア。これを味わいながら、この新型の LS の、まずは 3.5 リッターのツインロック、V6 ツインターボを味わっていただきたいんですが、基本的なスペックは変わってないです。422馬力。で、トルクが600ニュートンの 3.5 リッター V6 ツインターボを搭載して、もう発進からすごい滑らか。もうね、パワーはもちろん、まあ600ニュートンメートルというとてつもない、トルクを出すんですけど、それをことさら強調するというより、もうすごく黒子に徹したエンジン。ただし、踏めば踏んだだけパワーが出る。で、何よりもこのステアリングのフィールがね、このすごく重くバランスが取れたものが、滑らかに回ると。そういうなんかね、まあそのスケートリングの中でこう重いこう石をスーッとこうカーリングで動かしたようなと言いましょうか、そういうナチュラルな手応えがステアリングにあります。で、乗り心地もね、基本的にすごくいいし、走りも、静かなんですけど、
ただ現行 LS に残ってるコツコツ感はねまだちょっと残ってますね。この新型 LS が出た時にすごく攻めたスタイリングと走りもねかなり攻めていたんですけども、そのあたりはこの5世代目 LS の癖が残っているのがよくわかります。で何よりもこの内装ですよね。これ僕は結構しびれますね。もちろんね今までもその日本の高級車とはどうあるべきかっていうことでいろいろ試行錯誤していて、僕らも話の中では日本のその和の伝統芸を使えばいいんじゃないかみたいな、まあ言ってみればその和紙と竹で高級車作ったらどうなんだみたいなことを言う人はいましたけど、なかなかねそれを実行には移してこなかったんですけど、レクサスは実はそれをかなりやってきていまして、この銀箔どころかあのプラチナを貼り付けたドアのこの加色、さらにジャガー通りであり西陣織で銀の編み込んだ糸で織った布、これは結構いいですね。あとねやっぱりこのエンジンパワーは下からクーッとトルクが出て、まさに巨人に押されるようなところがあって、非常にですね高級車としてより進化しているのがわかります。というわけで新型 LS、 今度はですね同じ銀鋭ラスターの、しかもエグゼクティブという最高級のグレードのハイブリッドバージョンに乗ります。じゃあ今回のハイブリッドバージョンもですね、おすすめ、小沢おすすめのもう内装を眺めながら見るこの変なアングルでいきたいと思いますが、です。パワースペックは基本的には出た時とから変わってなくて、3.5 リットルの V6 299馬力に電気モーターがついてシステム出力が359馬力。まあパワー的にはなかなか大したものなんですけど、まあ滑らかにスムーズに出るけど、個人的にはね、まあ前も思ったんですけど、もっともっと電動パワーを効かせて、モーターでしかありえない滑らかな加速をね、もっと強調した方がいいんじゃないかと思いますが、まあそれでも、3年前に出た時に比べると乗り心地がね、毎年毎年良くなってますね。基本的にはやっぱりね、高級車としては、スポーティー路線で、デザインもかなり、美しいクーペホルムを誇るわけで、乗り心地もですね、今までのレクサスのその路線から決別したスポーティー路線なんですけど、かなり癒しの走りを取り戻してます。そして今、ハイブリッドですが、ちょっと微妙に下りなこともあって、モーターだけで走っており、この時の静けさ、滑らかさは、なかなか。これであれば、やはり日本ならではのね、半電動高級車と言えるんだと思いますが、ただね、今、皆さんご存知だと思いますけど、高級車の世界って、もっともっと電動化が進んでるんですよね。有名なのは、2012年頃に出たテスラのモデル S で完全 EV モーターで、静かで滑らかなだけでなくすごい速い。で、さらに言うと今年2020年に日本に上陸してきたアウディ e-tron、 まあこれ、スポーツバッグっていうのと普通の SUV、 スポーツバッグっていうのと SUV があって、まず僕はスポーツバッグの方に乗ったんですけど、あのねフル電気自動車、いわゆるエンジンを全く乗せない EV の静けさであり、滑らかさってね、すごいですよ。そういう意味ではね、LS は、残念ながらまだ、どっちの特性も持ってますよね。ガソリンならではの、エンジン音と、あと、硬さ。で、さらに言うと、電気自動車にふさわしい、静けさと滑らかさ、まあ、両方持っていてですね、すごく頑張っているとは思います。あと燃費がより現実に近い WLTC モードで 13.6 と非常によろしく、
こういったその燃費性能でいうとやはり、レクサスはですね世界に負けない実力を持っているので、やはりこのハイブリッドの LS が日本が誇る高級車ということになるんだと思います。このクーペホルム、さらに小沢浩二はこの、まあ、勝手に喜んでるですねこの和のセクシーさを持った内装、このあたり他にないものなので、このあたり気に入った人がいて、お金持ちで高級車を買ってみたいという人であれば、ぜひちょっと試していただきたいなと思ってる今日この頃でございます。以上、小沢浩二お送りしました。チャンネル登録をお願いします。浩二 TV。 ちなみに LS のリアシートなんですが、やはりねちょっとね広いですけどちょっとタイトめですよね。特に天井あたりは、まあ身長176センチの小沢が座って、まあ頭は結構ぴったり。ただやっぱりこの銀箔と言いましょうか、プラチナ箔のこのゴージャス感、渋いわびさびなゴージャス感はねいいです、ズバリ。